間違ってもない砂間とかシンクさんに向けないでください。よろしくお願いします。うん、あれですよ皆さん、チャンスですよ、取れ高お願いしますよ。また動画で叫ぶということになるから。湯の花大渓谷合ってたかな。はい、よろしくお願いします。花大渓谷でございます。よろしくお願いします。なんでだっけな、武器ケルビンだった気がする。はーい。今回も私とシンクさんは敵チームと。本当に敵率高いんすけど、不思議なくらい。早っ。ナイス、早いね、溜まるの。残念。いつか吸引でナイス吸ってみたいな。ああ、そうですね。あれはあれでちょっと気持ちよさそうですね。してやったりじゃないですけど。おお、あそこまでは届くのか。わあ、吸引してる。痛いです。痛い。なんかすごいこの下が地獄絵図みたいになってる。ナイス玉貯めてる人を落とせないんですけど。うん、なかなか落とせないですよね。落とせないですね、あれね。ね、落とせる的な感じのこと言ってましたけど。落とせる気がしますね。YouTube の生配信で名前とメッセージを読んでいただき、後日その配信で書いていただいたブロマイドと商品が届く。なるほど。そうなんだ。なあ。そういうシステムになってますね今。うん。コロナだからかしていろんなことがなんか変わりましたね。うん。なんだろう。まあ、よくも悪くもなんだと思うんですけど、アナログじゃないですか、まだまだ日本って。そうですね。どうしても、だからそういう意味では、かなり変わったのかな。まあでも、よくも悪くもコロナのおかげでいろいろ変わりましたよね。ね、本当にね。うん。ありがとうございます。おめでとうございます。だってあれだけあれですよ。流行る前は固くなに面と向かった会議にこだわってたのが急にウェブ会議になったでしょ。そうですね。あんなに面と向かってじゃないとできないんですって言ってる。社会が、うんうん、急にですよ。いろいろね、アナログからデジタル化してる中で、私よく、私自身は車とか乗ることないんですけど、うん、私、いい加減ナンバープレートをデジタル化すればいいのにと思ってます。ナンバープレートですか？アナログじゃないですか、あれって。うん、盗めるじゃないですか。
あ、はいはい、たまにないやつあるじゃないですか、走ってて盗まれてて、うんうん、だからなんていうの、電目で QR コードが進んでるんだから、中で QR コードで読み取れるようにしたら大丈夫なんじゃないのっていう話をよくなんかとしてて、うん、あと見えないやつあるじゃないですか、バイクとかでね、うん、あの跳ねさせてて見えないやつとか、はいはいはい、ああいうのも全部なくなるんじゃないのっていう話をよく、まあ、今もう非接触の技術がどんどん進んでますからね。そう、危ねえ、ちょっと待って、おいおい、ナイス玉が多い雪合戦、やばい、ボムに畳みかけられた。はい、シロさん、これでラストにします。了解です。了解です。やばい危ない、なんでよ、こっち落とされへんのに落とされた実は落とし方があるんじゃないですか。 3人ぐらいに殴られましたけどねどこに投げたらいい？が。詰められてんの、やだな。このステージは押されると厳しいですからね。そう、で押されると厳しいステージ増やしすぎなんですよ、上ほんとやめていただきたい。 COD 仕様に変えてほしいはい、しのさん参加了解です。了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。というかね、任天堂さんね、今回ね短すぎるのよ、うんうん、ビッグランの、あ、期間がってことですか。期間が、うんうんうん、3日間ってあの週末できない人もいるから、うん、間違いないですね1週間出してほしいですねうん、間違いなく